やっぱり今日もお母さんのところに行くの？大変だね。ちょうど仕事終わりに夫の春夫から電話があった。私はナオミ。夫の春夫との間に9歳の息子がいるアラフォー兼業主婦だ。まあ俺の母親だし、急に今日困っているから来てくれって言われちゃってさ。ここ1年ほど、夫は週に3回くらい、仕事帰りに隣の市にある義実家へ寄ってくる。義父は一昨年亡くなり、義実家には義母が一人で暮らしているが、義母の体調が良くないらしい。そのため、長男である夫が何かと世話を焼いている。私も手伝いに行こうか？夕飯とか作るよ。お前は健太のサッカーの送り迎えがあるだろ。いいよいいよ。俺だけで大丈夫だから。息子の健太はサッカーが大好き。週3日、ちょっと遠めのスポーツクラブに練習に通っていて、私はその送迎を担当。まあそうなんだけどね。いつもあなたばっかりにさせて悪いから。その代わり、健太のことはお前に任せっきりだからな。こっちこそありがとうな。春夫は月に数回、土日の夜も義母のところへ行くことがある。私は私で、土日もサッカーの練習試合やイベントがあったり、自主練習をしたがる健太のため、サッカーができる練習場まで行ったり。私も忙しいから、春夫が進んで義母の世話をしてくれるのはありがたい。なかなか顔を出せない分、せめて資金の援助をしてあげたくて、少ない生活費をやりくりして、義母には毎月5万の仕送りをしている。お袋も健太のこともあるし、ナオミには悪いからって、無理に手伝いに来なくていいってさ。そうは言ってもね。電話のやり取りも基本的に夫がする。だから私はここ1年以上、義母と話していない。特に息子がサッカークラブに通うようになってからは全然だ。クラブの練習時間は長くても90分だけど、練習場までは車で30分くらいかかる。一旦家に戻るのはちょっと不便な距離だ。ただ、私の実家がクラブから10分くらいのところにある。私は息子の練習の合間に実家に寄って台所を借り、夕飯を作らせてもらって息子と一緒に帰ってくる。それから慌ただしく持ってきた夕飯を息子に食べさせ、宿題を見てやって、お風呂に入ればあっという間にクタクタで、私も息子と一緒にぐっすり。義実家から夫が帰ってくるのは深夜になることが多いから、夫とはずっとすれ違いの生活だ。お姉さんは手伝いには来れないの？夫には三つ上の姉がいて、結婚して夫と子供二人、義母と同じ市内に住んでいる。姉ちゃんも忙しそうでさ、子供たち、ピアノに英語に塾にいろいろ通っているらしいぞ。習い事の送り迎えは本当に大変だ。健太もサッカーだけじゃなく、英語も習わせたらどうだ？夫からさらっと言われて私は目を向いた。これ以上はお金も時間も大変よ。まあそうか。夫は笑って電話を切った。自分も忙しかったこともあって、私は夫の言葉を全く疑わなかった。義母には全然嫁いびりをされたことがないし、とっても優しい人。子育てにも出しゃばらず、それでいてさりげなく手助けしてくれるし、息子の健太のこともすごく可愛がってくれている。料理が上手で、お正月やお盆には美味しいごちそうをたくさん作って待っていてくれたものだった。でも最近は体調が悪くて、全然料理もできないらしい。だから仕送りにも不満はない。むしろ夫がこまめに面倒を見て近況を知らせてくれることもあって安心していた。そんなある日のことだった。珍しく、義母から私のスマホに電話がかかってきた。ナオミさん、お久しぶりです。あのね、大事な話があるの。
いつでもいいからうちに寄ってくれないかしら。お母さんの声が固くて、記憶と違っていて私はびっくり。こんな時間にどうしたんだろう。なんだか胸騒ぎがした。今夜は夫が珍しく仕事の出張中で泊まりがけ。義母が家で一人。何か困ったことでもあったのかな。ちょうど健太の練習がない日だったから、じゃあ今から行きます、と私は返事をして、健太を連れて義実家へと急いだ。義実家に着くと、お母さんは健太を、テレビでも見ていてね、とリビングに連れて行く。今度は私に、直美さんはこっちに、と私を仏間へと案内してくれた。お父さんの遺影もあるし、線香でもあげたらいいのかな、と私が迷っていると、義母はいきなり土下座した。ごめんなさい。直美さんには悪いんだけど、私も年金暮らしだから、これ以上の援助ができないのよ。私はもうびっくりして言葉も出ない。お母さん、頭を上げてください。なんとか声を絞り出す。援助って一体何のことですか？私が聞き返すとお母さんは、だからその、直美さんへの仕送りを、直美さんのご実家の生活費を、毎月5万、多い時で10万、春を通して渡していたでしょ？と言うのだ。私たちが毎月5万円仕送りしているんですけど、お母さんは、え？それってどういうことなの？私もお母さんも頭にはハテナマークが浮かんだ。お母さんはため息をついた。あれは1年くらい前だったわ。春男が直美さんのお父様が癌で入院されて大変だって言ってきたのよ。私は逆に春男さんからお母さんの具合が悪くて、仕送りが必要だって聞きました。それに週3回以上、お母さんの世話をしに来ているはずなんですけど。春男は月に1回、仕送りをもらいに来るときしか来ないわよ。はあ？私たちはお互いの顔を見合わせた。つまり、春男から騙されていったってことね。私たちは、それぞれ春男から聞いていたことを話し合った。お母さんは私の父が病気だと聞かされ、一家の大黒柱の急病で生活が苦しくて援助してほしいと頼まれたという。私は腹が立ってたまらなかった。それだけじゃなくて、お母さんは健太の誕生日や私の誕生日にもお金を包んでくれていたそうだ。それも全くもらっていなかったし、完全に初耳だった。私に一言聞いてくれれば。春男がね、直美さんは実家と病院を行ったり来たりで、なかなか電話に出られないから、俺が伝えておくからっていつも言っていたのよ。喜んでいたとか、お礼言ってたって教えてくれるから信じていたのに。私はお母さんの具合が悪いから、なかなか電話に出られないって聞いていました。お互い、また、はぁ、とため息が出た。じゃあ、直美さんのお父様の具合は悪くないのね。それだけはよかったわ、とお母さん。お母さんも体調が悪くて大変だって聞いていましたけど、お元気なんですよね。私もお母さん同様に、それだけはほっとした。お母さんは、もちろん、ピンピンしているわよ。勝手に病気にするなんて、失礼な話よね。と言って苦笑い。私が、今日、春男さんは仕事でいないので、後で話を聞きましょう。と言うと、お母さんはうなずいた。ちょうど明後日が月末で、春男が仕送りを取りに来る日なのよ。その時に話し合いましょう。春男から言い訳されたら困るから。今日のことは、それまで内緒でね。と、それまでお互い何も知らないふりをすることが決まった。
私は息子と家に帰って何食わぬ顔をしてたけど、内心腹が立ってしょうがない。でも今は我慢だと思って必死に耐える。だけど、どうしても腹の虫が収まらなかったから、息子と夫が眠った後、私は布団を抜け出し、夫のスマホをこっそりチェック。夫は昔からスマホの暗証番号を自分の誕生日にしていたはずだ。私がダメ元で入力すると、開いた。夫は、私もお母さんも何も知らないと油断しきって、暗証番号を変えていなかった。なんで私とお母さんからお金を騙し取ったのか、証拠を見つけてやるからね。そして月末、私は仕事帰り、夫を会社の前で待ち伏せして合流。強引に義実家へと向かった。今日は健太の練習じゃないのか？行かなくていいのか？夫はしつこく聞いてきたけど、大丈夫。私も随分お母さんと会ってないから。たまにはね。とはぐらかした。健太の送迎は実家の両親にお願いしてあるし、健太は、おじいちゃんとおばあちゃんにかっこいいところ見せるんだ、と張り切っている。遅くなったら実家に泊まる手はずにもなっていた。だって、健太に聞かせたい話ではないし。こんばんは。私は義実家のチャイムを押す。夫は、やっぱり俺一人で十分だからさ、今からでも練習見に行ってこいよ。それか久しぶりに一人で買い物でもしてきたらどうだ？などと、あの手この手で私を義実家に寄せつけないようにぐずぐず言ってくる。私とお母さんが直接会うと自分の嘘がバレると思っているのだろう。春尾さんたら、私がお母さんと会うのが嫌なのかしら。知らないふりをして皮肉を言うと、まさかそんなわけないだろ。お前だってたまには息抜きしたいかなと思って。とまた言い訳。夫は冷や汗をだらだらかいている。こんな小心者のくせに、今まで私とお母さんを騙していたことにまた腹が立つ。アルオ、ナオミさんも来たのね。お母さんと、それからお姉さんも出迎えてくれる。あれ、姉ちゃんもいるの？夫は驚いていたけど、お姉さんは落ち着き払って。ええ、大事な話があるからね。全員でリビングに集まると、私はバッグの中から現像した写真を出した。ねえ、春尾さん、一緒に写っている人って誰かしら？あの夜、春尾のスマホを調べてアルバムを見た時だ。どこか夜のお店で綺麗な女性とデレデレした顔の春尾がツーショットで写真を撮っているのを見つけたのだ。しかも一枚じゃなく何枚もあった。これは会社の接待で行ったお店だよ。その時同僚に撮ってもらったんだ。それよりナオミ、なんで俺のスマホから勝手に印刷しているんだよ。親しき仲にも礼儀ありって言うじゃないか。あのね、それを言うならあなたこそ。私たちを一年も騙していたわよね。それこそ礼儀知らずじゃないの。騙してなんかいない。これは仕事の時だって言ったじゃないか。あのね、写真を撮った日付、ちゃんと控えてあるけど、全部あなたがお母さんの家にいるはずの日なのよね。それにお母さんからは、春尾がほとんど実家に来てないって教えてもらったわよ。春尾、一体どういうことなのか、ちゃんとナオミさんと母さんの前で説明しなさいよ。私とお母さんから睨まれ、お姉さんから凄まれて、春尾は、ひえ、と小さく叫び声を上げた。夫は観念したのか、一年前、接待に行ったキャバクラのアゲハちゃんに一目惚れしたんだ、とすべてを白状したのだ。先ほどの美人の女性はキャバ嬢で、アゲハちゃんと言うらしい。夫はアゲハちゃん会いたさにしょっちゅうお店に通って言われるままにプレゼントを渡したり食事をおごったりしていたそうだ。普通ならお酒を飲んできたら匂いで気づくが夫は下戸。
いつもウーロン茶しか飲んでいないから、お酒の匂いもしないし、私も気づかなかった。呆れた。私とお母さんの二人からお金を巻き上げて、豪遊していたわけ。しかもそれぞれ病気だって嘘をついて。お母さんが私と私の実家を心配する優しい気持ちを踏みにじったことも、私をずっと騙していたことも許せない。お姉さんも、春尾、あんたって人の心がないの。年金暮らしのお母さんからお金を巻き上げて、直美さんにも嘘ついて、なんて恥知らずなのよ。だって、ちょっと魔が差したっていうか、少し刺激が欲しかっただけだよ。春尾、お前そんな理由で私が渡した200万以上を使ったの？お母さんが今にも泣きそうな顔をする。私はスーッと愛情が消えていくのを感じた。刺激が欲しかっただけ？魔が差しただけ？あのさ、私と健太との生活、そんなに退屈なわけ？代わりに夫への怒りが燃えてくる。そんなことないけどさ、変わり映えのしない日々じゃん。ちょっとしたスリルを味わいたいっていうか、火遊びのつもりだったんだよ。そんな変わり映えのない日々が幸せなんでしょ？平和すぎるくらいの毎日がどれだけ尊いもんだか、春尾はわからないの。私は怒りすぎて涙が出てきた。春尾から言い訳されればされるほど幻滅するだけだ。なんでそんなに怒るんだよ。一番愛しているのはナオミなんだから、いいだろう。別に家庭を壊すつもりはないんだし。よくないわ。私の声に、お母さんとお姉さんの声も重なった。春尾、いくらなんでも身勝手すぎるわ。もうあなたのことを息子だと思えない。とお母さんも首を振る。お姉さんも、あんたほんと恥ずかしい。兄弟の縁切るわ、と手厳しい。私もあなたとはやっていけない。もう無理。離婚しましょう。なんだよ。そんなに俺が悪いのかよ。ホテルだって出張だって、嘘ついた一回しか言ってないんだ。俺だって、アゲハちゃんが本気じゃないことくらいわかってるし。お母さんとお姉さんからは絶縁宣言。私からは離婚を切り出され、夫は真っ青になった。でもまだ一言も謝罪の言葉を口にしない時点で、ダメをすぎる。私は、嘘をついて、お母さんと私からお金を巻き上げて、キャバ嬢と遊んで、家庭を壊す気はないって、ありえないでしょうが、と夫を一喝。お姉さんは、浮気は病気って言うし、嘘つきも治らなそうよね。っていうことは、春尾、あんたは不治の病だから。やっぱりナオミさんは別れるのが正解だと思うし、私たちも縁を切って正解だわ。お母さんも、どこで育て方を間違えたのかしら。でももう、とうに成人したんだから、あとは自分一人で生きていきなさい。と悲しそうにうつむく。お姉さんがお母さんを慰めるように肩を抱いた。私は夫にきっぱりと、夫の知らない事実を突きつける。あのね、お母さんは私にこれ以上援助できない、ごめんなさいって土下座したのよ。自分の親にそんなことさせて恥ずかしくないの。あなたは私の信頼もお母さんの気持ちも踏みにじった。あなたはもう取り返しのつかないことをしたのよ。それなのにまだ全然謝ってないの。ここまで言われて、夫はようやく自分がしでかしたことの重さを理解したらしい。がっくりと膝をついた。その後、私と健太は実家に戻った。もう夫と関わりたくなかったから、すべて弁護士を通し、慰謝料と養育費、それから財産分与に仕送り分を上乗せして請求。今までの家を売り、全額を一括で支払ってもらった。夫はどこかのアパートへ越していき、一人寂しく暮らしている。見つけるお金もないから、キャバクラにも通えないし、アゲハちゃんにも振られたようだ。ケンタは突然の離婚に驚いていたけど、
私の実家の方が健太の通っているサッカークラブに近いから、練習がたくさんできると喜んでいる。こうして夫との関係は完全に切れたけど、お母さんとお姉さんとはあの事件以来すっかり意気投合してしまった。私の気の合うお友達として今でも仲良くやっていて、来週の健太の練習試合は二人が見に来てくれることになっている。私の両親も来るので、みんなで賑やかに健太を応援する予定だ。